キングヌー一途三部作。はい、どうも、スタンです。なんでこれ3部作かっていうとですね、実はこの撮影時点はですね12月10日の夜8時、そうキングヌーズ様の一途の MV が公開される時間なんですね。そのプレミア公開に合わせて初見で叩いてみた聞いた回数0回でドラム上手に叩けるのかっていう企画。ただいつもねこの初見で叩いてみた企画やるとコメントでちゃんと本気で叩いたのも聞きたいですっていう声多くいただくことすごい多いんですよね。そういった声も受けて第1弾初見で叩いてみた、第2弾本気で叩いてみた、そして第3弾こちらもご好評いただいている解説シリーズがあるんで第3弾は解説したいと思います。この素晴らしい3部作でお届けするという初の試みをしてみたいと思います。ちなみにですねもうあの一途自体は披露されてるらしいんですよね。ただ僕当然それは聞いてないです、聞いてないんですけど、僕呪術廻戦が超好きなので映画クリスマスに公開されるじゃないですか、だからその予告編は見ました。予告編の後ろで流れているサビの部分だと思うんですけど、そこぐらいは聞いたんで、もうアップテンポな曲っていうのはもう知ってます。ただもちろんフルで聞くのは今からが初めてなんで、どんな感じになるでしょうね。めっちゃむずいと思うんですけど領域展開する勢いでバチッとドラム叩きたいと思います。はい、こんな感じで今、もう59分、チャットがねめっちゃ盛り上がってます。はい、僕もコメントします。あ、できたできた、コメントできた。はい、これで見てください、もうレコーディングを常に待機した状態で、もうこのまま曲が始まり次第録音開始できるという。さあ、じゃあ行きますか。5、4、3、2、1スタート。おー、いきなり。おー、かっこいい。おお、かっこよ。からの、キメが挟まれるからのいいなでしょ。あああ、結構給付に注意。うん、ツー。ああ、欲しい。わあ、かっこよ。なんだ今のフィル。
っしゃ、最後だけあった。もうだってやばいっすね。やべえな、やばすぎたね。これはね、最初にも言った通り3部作の初見バージョンという、ちゃんとじっくり聞いてビートをじっくり体に落とし込んだ動画も上げたいと思います。そしてその上で、僕なりのプロとしての解説、この曲の魅力、もう聴くからにクソかっこよかったですね。そちらの方もお楽しみにご覧くださいということで、今日の動画面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけでリスさんでした。またお会いしましょう。バイビス。